皆さんこんにちは。大分の高っちょ親方です。今回はアイドルハロプロのですね、写真集の話題です。もう数も増えてきまして定番化しつつありますが、今回はモーニング娘。20森戸千咲ちゃんですね、ちーちゃんの3枚目の写真集クロスローズですね。こちら、今年2020年10月1日に発売されまして、ようやく、我が家にも届きました。今回そのですね、クロスロードの写真集の感想を、簡単にご紹介いたします。合わせまして、森戸ちーちゃんの簡単なプロフィールと、私とちーちゃんとの思い出を、ご紹介いたします。個人的な内容では毎度、ございますが、少しでも多くの方にハロプロ、モーニング娘。20、そして森戸ちさきさんのことをですね、知っていただければという思いで、お伝えします。参考になれば幸いでございます。それではお付き合いよろしくお願いいたします。森戸千咲さんのまずプロフィールをご紹介いたします。2000年の2月19日生まれということで、もうまさに今20歳ですね、大人になりました。今回の写真集はこの20歳、大人になったというのが一つポイントでございます。で、A 型です。で、栃木県出身。この話題はですね、ちょっと後ほど写真集の中でもご紹介いたします。2014年の11月5日にカントリーガールズに加入しました。その後2017年にモーニング娘。当時のワンセブンに加入ということで、カントリーガールズとモーニング娘。を兼任する形でございました。ただ残念ながらカントリーガールズは2019年末に活動休止となりまして、2020年モーニング娘。20からはこちら専任となりました。専任の専の字間違えております。大変申し訳ございません。そしてですね、ちーちゃんといえば本当にね、このオフェイスとかスタイルが本当に良くてですね、見た目はこう正統派な感じですね。もう昔ながらのアイドルという感じでございますが、ただ中身はですね、結構ギャルっぽいという感じがします。やばですね。続きまして2番目はですね、森戸ちーちゃんとの私との思い出でございます。これまで、実際に生で拝見したことあるのは3回ございます。まずはじめが2019年6月のモーニング娘。ワンナインの全国同時握手会 ZDA で、実は森戸ちーちゃんと握手をしているんですね。福岡の握手会に行きました。当時私は本当ミーハーで、たまたまモームスがなんか、九州に来るということで、あのモームスと私が中学校の時のもうトップアイドルだったモーニング娘。とも今お触りができると言ってあれですけども、握手ができるということで本当ミーハーで何も知識もなく行ったんですね。その時のメンバーの一人が森戸ちーちゃんでした。今思うとこのね、もうちょっとね、このハロプロとかモーニングのことをね、調べていくとこのね、ありがたさというのがもっと分かったかもしれないですね。この時は、福村瑞希ちゃん、で、牧野まりあちゃん、森戸ちさきちゃんという、本当モーニング娘。の中でも、もうビジュアルトップ3じゃないかと言われるぐらい美しいメンバーでいましたからね。この時ね、ちーちゃんと、もうのこと知ってたら本当に嬉しいですけど、割と私は初期でちーちゃんとも触れ合っているという状況でございます。2回目にお会いしたのがですね、そのから半年後、2019年モーニング娘。ワンナインの秋ツアー心&体の大分ふさこへ USA の時ですね。詳しい感想動画、当時の動画ございますのでご覧ください。この MC をちーちゃんが担当してまして、クリスマスの思い出の話題だったんですが、その時に15期の北川莉央ちゃんに対して厳しいツッコミをするという、ギャルチー発動ですよ。チー半端ないって。3回目にお会いしたのが今年の夏のハロコンです。で、森戸ちーちゃん、この時はですね、沢田千佳子さんのですね、失礼いたしました、の、会いたいを歌ってました。本当にね、これ悲しい曲なんですけど、ちーちゃんね、ずっとサビはもう高い声、ファルセットでもう畳みかけて、もう一度海へ行くて、いっぱい映画も見るて、もう畳みかけるようになって、すんごいこれ難しいんですけど、ちーちゃんなんとか頑張ってました。この間のブローカーのですね、バラードのナンバーでもですね、すごい周りがね、白いサイリウムの中を歌うちーちゃんが、本当、こう、青春派というか、で大人っぽい感じして、やっぱりこう、正直もう可愛いなというのはもう感じます。
さあ、ということでいよいよ、本番といいますかね、最後、写真集クロスローズのですね、簡単な感想をご紹介いたします。ポイントはですね、以下の通りでございます。まず、先ほど冒頭でもご紹介しましたが、森戸ちいちゃんですね、モーニング娘。専属になって、でそして二十歳大人になってから初めての写真集ということで、非常にですね、この注目されていました、この大人のちいちゃんが、行うですね、大人の女子旅というのがテーマだそうです。で今回ですね、沖縄の石垣島など、八重山諸島でですね、撮影をされたということです。私もね、石垣島行ったことありますが、非常にね、本当自然豊かで、海木と青空が綺麗な場所なんですね。でこの沖縄県の撮影ということで、こうネットで実は評判になっていることがあります。この森戸ちいちゃんのですね、クロスロードと、で先日私もご紹介しました椿ファクトリーの小野瑞穂ちゃんの写真集、瑞穂ですね、実はどちらも評判がいいんですよ。その評判のいい理由の一つが、これ面白いんですけども、どちらも青空、晴天の下で撮影しているというのがですね、ポイントという意見がありました。言われてみればそうですね。小野瑞穂ちゃん、確か沖縄宮古島だったと思うんですが、どちらもこの青空と青い海の中で撮影をしております。こうね、よくよく確かに考えると、どうもハロプロの写真集ってなんかこう曇り空の下で撮ってるなっていうイメージがあるんですが、これがね、青空の下になると本当にね、映えるんですよ。青ね、やっぱこう爽やかな印象になりますし、もうそういう天気のですね、バランスもやっぱ左右しているのかなというのは、ちょっと今回、ネットの書き込みですけれども、面白いなという考察になりました。でまたこの二十歳ということで、こうちいちゃんがやっぱりこうカントリーの時の少女の感じから、もう今回のやっぱ写真集はもう大人な感じになっています。特にこう私自身はこう目元ですね、このまなじりというかですね、まなざしですかね、とか表情もそうですけども、こう大人っぽいキリッとした落ち着いたなんか表情になってますね。あとけなさというよりかはもう大人な感じです。でその二十歳になったということで、ちいちゃんがインタビューでおっしゃってましたけど、モーニング娘。では通過儀礼として、この二十歳になると黒い水着を着るというのがあるらしいんですね。ちょっと私はちょっと詳しくわからないんですが、今回その黒い水着の場面出ております。写真集最後の方にですね、実は出てきますし、今こう出ています表紙のところもですね、黒水着なんですけども、これやっぱ黒っていうのはね、どことなく大人っぽいというか、普通は明るい水着が結構多いですけれども、落ち着いた黒という水着ね、やっぱ大人っぽい、なんかどことなく印象を感じますね。ただこの随所でですね、服を着ててですね、ヨットの上とかグラスボード行ってるところのとか、帽子かぶっているところはなんかこう少女のような感じで、やっぱこう美しい笑顔と白い肌とで、こう無邪気な感じもして、なんかアクティブな少女だなという印象を受けました。で今回その随所でですね、私その顔とか輪郭とか、こう目鼻とかですね、眉毛とかくっきりしてるっていうところもあるんでしょうが、元 AKB48 の大島優子さんにもなんかちょっと似てるなと、若干ね、私個人的には思ってます。と考えますとね、大島優子さんも栃木県出身、森戸ちいちゃんも栃木県出身、同じハローですと高瀬くるみちゃん、ビヨンズもそうですし、私が好きなですね、グラビアアイドル、J リーグの女子マネージャー、里見希ですね、里見希さん、3回握手しましたけども、ミキさんと、ね、似たように、なんかこう栃木のですね、女性はやっぱ美人かな、平山屋さんとかもそうですね、都道府県別の地域の魅力度がね、今栃木は残念ながら最下位ということになっておりますけども、このと、ね、栃木のですね、栃木の梅のしいてけじゃないですけど、いや、この栃木の方、あくまでも親方好みかもしれませんが、本当にね、美しいなと思っています。でそしてですが、顔もそうですけども、このスタイルが本当にいいんですよ。背は小柄なんですけれども、まず足がとにかくちいちゃん長い、なんか背が低いから私短足に見えるとかよく言われますけど、そうじゃないんだってね、やっぱスタイル、やっぱ足は相当長いですよ。でまし、体もこう引き締まってますね、引き締まってますし、本当にね、こう細いというか鍛えているなというところで、こうなんていうかですね、女性としてもこうスタイルの良さとか、その引き締まった体は憧れますでしょうし、男性としてもやっぱりこう、いわゆるちょっとエロっぽいというか色っぽいところですね、があってこう魅了されるなっていうのは思います。この男女ね、構わず
こううっとりされる写真集になっていると私は思っております。さあ、そのご本人、森戸ちいちゃん本人曰くおすすめのページがあるそうですね。一つ目が、寝起き姿なんですね。これ確かに中盤あたりにあるんですけれども、朝起きてこう白い服着て起きてるんですけれども、その時にこの眼鏡をかけているんですね。これがまた、ちいちゃんでは珍しい、本当メガネ、メガネの男の子みたいな、あ、女の子や、間違いですけども、まあ、なんていうか、いわゆるオフモードですよね。ステージとか立ってなくて、こう、いやいやプライベート寝起きとか、ベッドに寝てるとか、こうね、こう、外で、中でそうめん食べてるとかですね、過去いろんなメンバー見ましたけど、このオフな姿も、まあ、まあ、実際その撮影向けですけども、プライベート な、まあ、いわゆる設定もあるというのが、この写真集の魅力ですよね。また、この黒水着でですね、こう、磯に寄りかかりながら、ぎっとですね、私たちを見つめているシーンがあります。そのシーンこそまさに大島優子さんそっくりなんですが、そこもちいちゃんいわく大人っぽいという感じでしたね。まあ余談ですけど、もうアンジュルムのリーダー竹内あかりちゃん、おでんくんはですね、こう写真集というか水着の写真集、ちょっと嫌な理由に磯は痛いからという言葉がありましたけどもね。いやーけど磯の今回ね写真もありますし、ね、まあおでんちゃん、おでんくんのですね、竹ちゃんの写真集もいつかね見られたらいいなというふうには、まあ、私は思ってますけども。そしてですね、この発売日が10月の1日でした。で、ちょうど記者会見ももちろん行われたんですが、その記者会見の直前に、女優の石原さとみさんがご結婚されるということで、おめでとうございます。まあ、私と、ね、実は同い年ですけども、全然もうスタイルが違います。そのですね、石原さとみさんの、まあ結婚発表があってすぐ、森戸ちいちゃん写真集の発売会見が行われましたが、その時ですね、テレビ朝日のグラさんことですね、中島デスクがですね、芸能デスクが森戸ちいちゃんにね、聞いてました。石原さとみさんが結婚したらしいですよって言って、ね、モーニング娘。の石原さとみさんってね、言われてますよねって言った瞬間、ちいちゃんが、いや、言われてないですよみたいなやりとりがね、ネット上にありますので、非常に面白いですし、本当グラさん、中島さん、突っ込んできますよね。こう、自信ネタと絡めてですね。まあけどね、本当石原さとみさんといい、森戸ちいちゃんといい、本当に美しい、こう美人な女性の、まあ、ある意味典型例じゃないかなというふうに思っております。はい、そしてそういう、まあ、美人ということで、そのハロプロのメンバー内からも非常に支持が厚いんですね。まあ、これもね、同じく可愛いですね、美しい。ビヨンズの島倉梨花様、私写真集を買いましたけども、梨花様からもちいちゃんが大好きで、前回のね、ちいちゃんの写真集、セイチーズで実際カントリーガールズの楽屋に行って森戸ちいちゃんからサインをもらうという職権乱用行使今後を行ってますし、他のメンバーもですね、こうもう素直にも森戸さんは美しいし、私がモーニング娘。メンバーでなかったら一ファンだったら多分森戸さんすぐ好きになってただろうなっていうお話もあるぐらい本当に美しいですね、方ですね。その森戸 ちいちゃんのがですね、大人な姿見られるですねのが写真集クロスロードでございます。ぜひ皆様ですね、この回にですね、まだ発売されたばかりですから、ぜひご覧いただければと思います。というわけでですね、まあ簡単に、森戸ちいちゃんのことやですね、写真集のことについてご紹介いたしました。とにかくですね、大人になったちいちゃん、本当に美しいですね。可愛いからもよりこう落ち着いた、かっこいいというちいちゃんの私は印象を持っております。こんなね、ちいちゃん、今後もね、目が離せないですから、ぜひ皆様、今回写真集をね、購入いただいて、じっくり、森戸ちいちゃんを楽しんでいただければなというふうに存じます。というわけで、今回写真集や森戸ちいちゃんの紹介については以上でございます。本当個人的な内容ではございましたが、最後までお付き合いいただきありがとうございました。ぜひいいねボタン、高評価とチャンネル登録もぜひぜひお願いいたします。実はこの後、もう一冊ですね、ハロプロの写真集、ゲットしましたので、それのですね、感想も紹介したいと思いますので、まあ、それちょっと後日になるかもしれませんが、よろしければお付き合いよろしくお願いいたします。それではまた。推しのために今日も働く。